林大成です。前回動画で、ワッツ・グース、グース・ステップ、アイランダー・ステップというものを出しました。今回ではこれから、ハウトゥー・ステップということで、そのグース・ステップ、アイランダー・ステップというのがどういったものなのか、そして、そのポイントをそれぞれ解説していきたいと思います。はい、ということで、ハウトゥー・ステップ第1弾、グース。グースのまず1つ目のポイントは、踏み足と蹴り足のタイミングということでやっていきます。はい、まずそのグースっていうのが何なのかというと、加速するタイミングで地面を踏み出した時にこの前に出る足を蹴る、これがグースです。踏む時に蹴る、これをグースと言います。でグースには、まあ、オーソドックスな相手に近い方の足を上げて踏み出すグースと、相手に向かって外側の足を上げた状態から蹴るグースと、まあ大まかに分けて2つあります。で、今回は、相手の近い足、内側の足を上げて外に逃げるグースをやっていきます。で、まあ、どういった時に使うのかというと、グースは基本的に相手を置き去りにして外側で抜くものです。その時に瞬間的に強い力を発揮して抜いていきます。強い加速を生むために必要なのがこの踏み足と蹴り足のタイミングを合わせること。蹴り足が遅れてしまうと、瞬発的な力を発揮できません。そして、蹴り足が速い場合も、地面に、力が伝わらず相手を置き去りにすることができません。だからこのタイミングを合わすというのがグースの重要なポイントの一つ目です。はい、じゃあどうやってグースの踏み足蹴り足のタイミングを合わせていくのかというドリルを、まあ、軽く紹介します。まず相手に、内側の足、相手に向かって内側の足をその場で上げる。で、その足を下ろす。で、普通に走るフォームで下ろす。この下ろすタイミングで蹴る。下ろすタイミングで蹴る。今遅れたかな？これが遅れたり速くならないように踏むタイミングで蹴る、踏むタイミングで蹴るというのをやってみてください。はい、で次、それができたらそこにちょっとジャンプを加えます。グースを踏むときによくポーンって跳ねてるシーンを見ると思うんですけど、もしかしたら最初跳ねた方がやりやすいかもしれないです。ジャンプして蹴る、その場でもいいんでジャンプして蹴る。はい、ここをまずは意識して踏むタイミングと蹴るタイミングを合わせるということを実際に今からちょっとやってみます。じゃあまずは蹴るタイミングが遅いとどうなるか。分かりづらいかも。分かりづらい。次は蹴り足が速いバージョン。次は蹴り足と踏み足のタイミングを合わせます。こんな感じで違いが分かりましたね。はい、ということで、今回はハウトゥーステップ第1弾グースのポイントの1つ目、踏み足と蹴り足のタイミングをやっていきました。で次回は、この踏み足と蹴り足のタイミングを無意識に落とし込むためのドリル兼ウォーミングアップをお伝えします。僕はこのウォーミングアップを毎回の練習でやってて、このグースを習得するためにめちゃくちゃやりました。ぜひ次回も見てください。で今回お伝えした踏み足と蹴り足のタイミング、ぜひみんなチャレンジして習得していいグースを踏んでください。そして僕と一緒にステップキリングを起こしましょう。ということで毎回この動画の最後には、ガチのワンオンワンをで戦って、はい、ガチのワンオンワンをお見せします。ということで俺がこれでスタート。
ガチかそれ。まあちょっと怪しい動画になってしまった、怪しいワンワンになってしまったけど、こんな感じで、じゃあみんな、チャンネル登録よろしくお願いします。